まだワインスティーンプロデューサー、名プロデューサーの、セクハラ疑惑が、セクハラ事件が訴えられたり、それを大々的に書き立てたそのスタートはニューヨークタイムズである。このニューヨークタイムズはやはりニューコートの指示で書いたんだろう。昔の IMF の専務理事がホテルで女性にお尻を触ったと言って的に書かれたのもニューヨークタイムズ、 CNN 全世界に放映された。ホテルで従業員の尻に触ったぐらいでそこまで騒ぐのがおかしいなと思ってね、やはりクビになったわけ。専務理事を取っ替えたい時にはそういうこともやるわけです。このワインステインという人がハリウッドの実力者で何かニューコートに気に食わないことをやったんじゃないかと。もともとハリウッドはユダヤの社会をテリトリーであって、映画文化の発展を推進する拠点として彼らは政治的に最大利用したわけです。その政治的最大利用の中で軍産複合体に対する反感を買う行為があったのではないかと。となればマイケル・ジャクソンと同じやられ方だと、私は思うわけだ。だからこのセクハラで騒ぐのは必ずそういう背景の目的がある。国際陰謀と同じである。かなりこれはだからとことん追い詰められて抹殺されるまでやられるのではないかと。暴力国家です、やはりアメリカは。マスメディアを使った暴力です、これは。我々としてもよく警戒してそういう暴力の陰謀の被害を最小限度に組み立てる、最小限度に、防げる、その防御の体制、こういうものを持たなければならないと思います。日本はユーロシアの一員である。